カムカムエブリバディがね、終わったんですけど、最初の回ね。でも、白田優さんがね、出てきたんです。一番ラストにね。番組統括堀之内チーフプロデューサーは、100年を描くという壮大な挑戦だったと解雇、日常のありがたさが失われつつある世の中だからこそ、カムカムエブリバディが、日常を大切にした。一日一日が積み重なって100年ができるというイメージが多くの方に届いて感動していただけなのではないかと総括したと。まあ確かに全てがね、そんなバカなっていうぐらいの偶然の積み重ねをね、最後にドドドドって怒涛のようにね、織り交ぜた最終回でしたけどね。最終回に向けて視聴者の皆さん、あれはどうなっているのと思っていたようなことが次々と明かされていく情報量が多いですと、怒涛の伏線回収を示唆したと。いやもう本当そうでしたね。一方で、この日の放送ではドラマのナレーションを務め、かねてから出演を噂されていた俳優の白田優が登場したと。まあ出ましたよね。で、白田をめぐっては、ガーシーですよ。が白田の様々な疑惑を暴露したと。真偽のほどは定かではないが、NHK 受信料を支払わない国民を守ると、N 国ね、の立花隆のは、自身の YouTube の中でこのような疑惑がかかった状態のまま何の説明もなく公共の電波に出演させるのはどうなのかという問題視しており、これもすごい話だなと思ったんですよ。ガーシーの方を疑うよって普通は思うんですけどね。同党の浜田聡参議院も参院の決算行政委員会で同局を所管する、総務省の金子大臣に仮に真実であった場合に皆さんの受信料で成り立っている NHK の番組にそういった過去のある方を出演させたことの道義的責任が追及されるかもしれないと忠告していたと。まあ、やってました、国会でね。バカだなと思いましたけどね。言ってしまうとガーシーってね、詐欺師ですからね。詐欺師で今ね、いろいろと問題抱えてるますからね。もう警察がまだ動いてないけど、被害届が出てるわけですから。その人の言ったことをね、鵜呑みにしてね、国会で言うなよって感じですけどね。白田優さんの場合は別にその詐欺師がね、詐欺師のガーシーが語ってるだけで、何の証拠もないんですからね。同局関係者は白田の出演について、NHK は番組の出演にあたって、反社会勢力や違法薬物と関わりがないことを確認する文書を同意して、出演者ご本人、あるいは所属事務所代表の署名捺印をいただいている白田さんの出演にあたっても、この文書を提出いただいていると回答を、問題がないとの認識を示したと。だからまあ何もなかったってことなんですよ、これは。まあでもね、本当ね、何かあったらね、まあモネちゃんはね、に迷惑かかりますからね。もう何もなくてよかったですよ。最近、ガーシーの話で僕はね、なんかね、最近めちゃくちゃ嘘くさいなと思ったのが、新助さんの話ですかね。マリエが枕営業を強要されたと、島田新助さんにね。そこで出川さんもいて、出川さんもやっちゃいなよ、やっちゃいなよ、マリエちゃんとか言ったっていう話が、まあちょっと前、ってか1年ぐらい、半年ぐらい前ですか。なんか出ましたね。そのまま消えましたけど、で、出川どうなのよっていう感じでね、めちゃくちゃ叩かれた事件があったわけですよ。でも出川は事実無根だとそんなこと言ってないで、事務所通してそういう発表をしたんですよね。そんなことは一切言ったことはありませんと。でもガーシーは僕はその場にいましたってことを言ったんでしょ。なんか見てないですけど、なんか他のなんかネット記事を見ると、その場に行って証言するけど、冗談ですよあれはってね、言ってんですよね。新助さんが冗談で言ったことをマリエが本気にして大げさに言ってるだけだって話をして言ったって言うんですよ。でそうなると、もらい玉がね、流れ玉が出川さんに言ったって話になっちゃうわけですね。出川さんそんなこと言ったことがないって、新助さんも言った覚えがないし、自分もそんなところに業績していないっていうことを言ってたんですから、全てがマリエさんの作り話だって話で出川サイドが言ってたのに、ガーシーがお墨付きを与えちゃったので、僕はその場にいたっていうね。で、あれはもうマリエが大げさに言ってんだっていう話をしたら、じゃあ出川さんが嘘ついてるでしょうって、出川がもうその場に行ってそういう出来事があったんだけど、やってないやってないって言ったってことは、もうまた出川がほじくり返されるでしょっていうことなんですけど、これガーシーが嘘くさいなーってちょっと思ってんですよね。覚えてますっていう感じですよ、そんなことがあったのって。ガーシーさんって新助さんと結構仲いいわけでしょ。いろんな人と出てる、いろんな人とご飯行ったりするわけでしょ。で、まあ、それ以外にも芸能人といっぱいいて、そんなすごい昔の出来事を覚えてんのかなと思って。
マリ言われたマリエさんは多分覚えてると思うんですよ。それはね、ショックだったからね。それは覚えてるとはと思うけど、その取り巻きの人が一緒にと覚えてるかなっていうのがね、すごく僕は不可解なんですよね。あの、メンタリストの大悟さんも言ってましたけど、ガーシーさんっていうのが、なんであんなに克明に覚えてるか、昔のことをっていうのが、やっぱりね、一番ネックだって言ってたんですよね。よっぽど頭いいか記憶力がいいか、それともネタとして何かも喋ってるから覚えたかっていう話を大悟さんが言ってたんですよ。だからその二つしかありえないわけですよね。だって今から一年前の出来事を言えって言ってもやっぱり覚えてないですし、よっぽどインパクトのあったことだけは覚えてますけど、マリエさんの話ってね、あんまりインパクト、マリエさん以外はインパクトなさそうなんでね。なんかそれはちょっと嘘っぽいなって僕は思ってますけどね。まあ、ただ、まあ、話は戻りますけど、白田さんの話も、結局は何もなかったって話ですよね。で、あと、綾野剛さんもね、何も元もなく日曜劇場出るじゃないですか。あれ、さんまさんがなんかラジオで言ってたので、小栗旬さんと藤原竜也さんが酔っ払って、ベロンベロンに酔っ払って、さんまさんに電話かけてきて、今から来てくださいよ。ガーシーに狙われて何か言われたら俺ら終わっちゃうんで最後の姿を見に来てくださいとからかわれて電話かかってきたみたいな話をしたじゃないですか。小栗旬さんって綾野剛さんのところのね、役員なんですよね、事務所のね。まあそうやって酔っ払ってネタにして、ガーシーをネタにして終わっちゃうんですよって言ってるぐらいなんで、多分事務所もね、大した思ってないってことですよね。事務所の役員の小栗さんがね、もう自らそうやってネタにして、飲みの笑いのネタにして言ってるぐらいなんで、まあ、ガーシーが言ってることは嘘でしょっていう話だからなってるんだと思うんですよ。で、そう考えると結構ね、ガーシー法って実は痛手が全くないんだなというふうにね、ちょっと思ってきてね、そんなもんなんかなっていう感じがしますね。とりあえず白田さんに関してはね、何にもなく、本当何にもなく無事にね、カムカムが終わったんで、まあまあそれは良かったですよ。な感じです。